皆さん、こんにちは。今日は、ノラハックの技術本販売のお知らせがあります。なんとこの度、技術書店で本を売り出すことになりました。技術書店は、技術書の同人誌販売を目的としたイベントで、4月14日の11時から17時に、池袋サンシャインシティ2階展示ホール D で行われます。ここで本を販売するんですが、ブースがこのようになっていまして、I-26 が、ノラハックの販売ブースになっています。当日は、こんな感じに、ノラハックの垂れ幕がかかっているので、これが目印になると思います。壁際なので、わかりやすいかもしれないですね。次に、本の内容ですが、こんな感じです。まず、ノラハックとは何ぞや、という内容があって、生い立ちなんかを座談会で収録しています。松下さんは、ノラハックメンバーの秘密基地であるテックラウンジについて解説します。ザッキーさんは、ラズパイを使った遠隔からのペットの餌やり機を作ったようです。チーキクさんは、ドローンを操る杖を ESP32 で作りました。ガーイーさんは、ラズパイカメラとオープン CV を使った防犯カメラの作り方を解説します。松崎部長は、ダッチデザイナーと M5 スタックを連携させた面白グッズを作りました。村正さんは、まだ販売前のソフトバンク版 YOLTE について解説します。皆さん濃いですね。そして、さらに、この本にはおまけがつきます。これです。ノラハックのロゴがついた基板型のしおりになります。かなりのプレミア品です。皆さんよければ、会場に来て買ってください。ではお知らせでした。どうもありがとうございました。